お、おお、きつい、きつい、きつい、この子。実はこの緑の子はね、新たな仲間として迎えようかなっていう、人慣れも早くて、カエルたちと積極的にコミュニケーション取ってるんですよ。餌も食えないぐらいのストレスになるんだったら、おお、やったね。緑の子が。やっぱり向き不向きがあってね、今、空豆の真横に落ちましたね。おお、やっぱ野良出身はすごい動きが違うな。もうトサガが一本動けんかった。トサガっていうのがね、今顔描いた子ですね。ただでさえ気の弱いトサガだよな。だからこのね、なんかシュレーゲルみたいにね、青色の緑色の子はね、おお、ネズミ男にいびられても微動だにせずだよ。このネズミ男もね、あの、太郎に次ぐ巨体でね、太郎っていうのはね、皆さん、ああ、太郎の前に落とそうと思ったのに。ああ、太郎もいった、太郎もいった。ああ、太郎いった、太郎。今の太郎、黒い左の。中央のでかいのは豆太郎ですね。メスなんでめっちゃでかいんですけどね。左奥のね、太郎。黒いのがね、まあ、うちで一番でかいね。大ボス、太郎なんだ。ああ、太郎の奥に行っちゃった。なかなかね。で、4万点のをあげとこうかなとね。お、世界一川山が食った瞬間に、ネズミ男がぶち切れてタックルした。こういうね、なんかみんなでワイワイできるね、こうじゃないとね。お、太郎、よっしゃ、太郎。今のが太郎です。今食った黒い子が太郎。アラピコ水素でね、一番体が大きいオスだよね。手前右の豆太郎がメスでね、1年飼育したらね、太郎やっぱでかくなっちゃったんですけどね。これでもね、メスなんでね、メスはやっぱ大きくなります。おお、あの野良ガエルやっぱすごいわ、緑の子。おお、あの子のちょっと待って、4匹ぐらい食ってるのめっちゃ腹減っとったんだな。まあ確かに餌やね、4日ぶりか3日か4日ぶりなんですよね。もうこの子はちょっとレギュラー、おっ、ネズミ男が